歯の数は全身の健康にも大きく関与していて、北海道歯科歯科医が70歳以上の高齢者 16.7 万人を対象に行った調査では、歯が20本以上ある人は歯が0から4本の人に比べて医療費が月額 14,730 円も安く済むという驚愕の結果になりました。同じような調査を香川県も行っており、歯が20本以上ある人は歯が0から4本の人に比べて医療費が月額 12,199 円も安く済むという結果になりました。厚生労働省が実施する歯科疾患実態調査によれば、日本人の約3100万人がエレバーを使っていて、部分エレバーが2200万人、総エレバーが900万人なんです。レッツ大口博歯歯科クリニック。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。4月は社会人にとっては新年度、学生にとっては新学期ということで、一つの区切りになる月です。気持ちも新たにして頑張っていきましょう。今回も歯と食と健康と安全をテーマにお届けいたします。さて、私にとってこの新年度は一つの区切りとなるイベントがございます。それは以前からご案内しています1本のミニインプラントでしっかり噛めるデンチャーインワンのプロジェクトを大きく前進させる年になるからです。ここで改めてデンチャーインワンについて解説させていただきますね。最初にプロジェクトの目的、次に噛めることと医療費の関係、そしてどのような方が対象になるかについてお話しさせていただきますね。今までにない試みですので、以前からお付き合いがあり信頼のおける医療機器製造会社、インプラントメーカー、医療機器製造販売資格を持つ大手歯科技工所、保証会社との共同事業として進めてまいります。その方々にプロジェクトの目的を説明させていただき、ご賛同いただいていますので、実現することができました。一言、日本人の健康寿命の延伸、増進です。健康寿命について、厚生労働省のホームページから引用すると、次のようになります。健康寿命とは、健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを言います。2019年の健康寿命は男性 72.68 歳、女性 75.38 歳です。2019年の平均寿命は男性が 81.41 歳、女性は 87.45 歳であり、健康寿命とはそれぞれ約9年、約12年の差があるんです。これをどう捉えるかは立場によって違いはあると思いますが、一歯科医としてはですよ、この差を短くすること、さらに言えば寿命さえも伸ばせるのではないかと考えています。皆さんもご存じのように、我が国日本は超高齢化社会に突入し、少子化問題の解消も進んではいません。高齢化率が高くなると、15から64歳の現役世代の負担はますます大きくなります。2022年には65歳以上の者1人に対して現役世代が2人という比率になっているんです。つまり、
現在は現役世代2人で高齢者1人を支えている状況ということです。この負担のほとんどを占めるのは医療費です。高齢になると病気になる確率は高くなりますので、ある程度は仕方ないのですが、同じ年齢でも病気知らず医者いらずという方が皆さんの周りにもいらっしゃると思います。長年歯科医をしていて気づいたことがあります。それは長寿で健康な方の共通点として、歯がしっかりしている、歯が抜けていてもインプラントやブリッジ、入れ歯でしっかりと噛めるように直してみるということなんです。つまりこのプロジェクトの目的は、日本人の健康寿命の延伸増進のために、何でも食べられる、しっかりと噛めるようになっていただくということなんです。厚生労働省が実施する歯科疾患実態調査によれば、日本人の約3100万人が入れ歯を使っていて、部分入れ歯が2200万人、総入れ歯が900万人なんです。そして70歳以上の方の4割は入れ歯を使っていらっしゃいます。歯を失った方がとても多いと思いますね。歯の数は全身の健康にも大きく関与していて、北海道歯科医師会が70歳以上の高齢者 16.7 万人を対象に行った調査では、歯が20本以上ある人は歯が0から4本の人に比べて、医療費が月額14,730円も安く済むという驚愕の結果になりました。同じような調査を香川県も行っており、65歳以上の高齢者 8.1 万件を対象に行った調査では、歯が20本以上ある人は歯が0から4本の人に比べて、医療費が月額12,199円も安く済むという結果になりました。お年寄りが集まると、今日も一日眼科内科整形外科歯科などで見てもらうドクターショッピングの話が始まりますね。どうですか？生活をエンジョイすることからかけ離れた状況を聞くと悲しく思います。それに反してですよ、歯がしっかりしている人は病気になりにくい、病院に行く機会が少ないということができると思います。歯がしっかりしている高齢者はスポーツや趣味を楽しんで充実した人生を過ごしており、先ほどの話のドクターショッピングとは雲泥の差が生じているんです。なお、すでに多くの歯を失った人でもしっかり噛める入れ歯、外れない入れ歯を使っているのであれば、20本以上歯がある人と同じように健康でいられます。なぜならしっかり食べることができ、なおかつ美味しくいただくことができるからです。また家族や友人との外食や旅行にも気兼ねなく出かけられるわけですね。また人と人とのつながりがある人は健康長寿というデータもあるくらいですから、歯を大切にすること、噛むことを大切にすることがとても大切だということですよね。このあたりについては別の動画で解説していますので、概要欄からジャンプしてご視聴してくださいね。医療費が月額1万2000円から1万5000円近くも安く済ませることができればですよ、現役世代の負担も軽くなりますよね。これまでの話、デンチャイ1の対象者についてご理解いただけたかもしれませんが、入れ歯を入れている全ての方が対象なんです。そして特に有効なのは、このように一番後ろの歯がない部分入れ歯を入れている方なんです。またバネが目立たないからという理由でノンクラスプデンチャーを選ばれる方も見えますが、ノンクラスプデンチャーはしっかり噛めませんよね。そのため外出用と割り切って使っている方も見えるようですよ。
このような使い方は咀嚼機能回復という入れ歯本来の使われ方ではないんです。見る機能がない義眼のようなものなんですね。電チャーインワンはノンプラス電チャーに1本のミニインプラントを組み合わせた治療法なんです。ノンプラス電チャーでもしっかり噛める部分入れ歯にすることができますので、気になる方はお気軽にご相談くださいね。今回の話はここまでです。次回も歯科に関する情報をお届けいたします。チャンネル登録が忘れない方はチャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄の記入もよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。入れ歯ってこんなに大きいんですね。そしてこんなところにつなぎの金属があるんですよね。大変なことですね、これ入れるのは。これをこのような感じでインプラントを入れました。これをデンチャーインワンと言います。それではちょっとデンチャーインワンを実際に入れてみます。さあ実際入れてみますね。先ほどグラグラした入れ歯ありましたよね。今度はどうでしょうか。もうカチカチに入りました。見た目も自然で自分の歯のように噛める入れ歯、それはドクター大口のデンチャーインワン。